ハレルヤアメン、イニさんハレルヤアメン、声聞こえますでしょうか。声聞こえますか。はい、イニさんこんばんは。イニさん聞こえますか。よく聞こえる。聞こえない。 OK です。 ありがとうございます。聞こえるということで、はい、アメン、OK です。じゃあこれでいきましょう。こんばんは、ハレルヤ、アメン。今日は空から、空から空配信ですね。生きてるのが辛いです。大丈夫です。生きてるのが楽しくなります。放送が終わる頃には生きてるのが楽しくなりますよ。生きる、小太郎さん、ハレルヤ。はい、久しぶりです、小太郎さん。生きるのが辛いのは、生きる目的がないからなのです。生きるのが辛いのは、生きる命がないからなのです。生きるためには、本当の命が必要です。生きるためには、生きる目的が必要なのです。生きる目的がなければ、生きるのが辛いのです。ね。生きる目的があって初めてですね、生きることができるのです。ぜひ今日皆さんですね、生きる目的を知ってください。今日はですね、メーデーなんですね。皆さんメーデーなんか知らないと思うんですが、まあ、メーデーはですね、まあ、共産主義、社会主義の、まあ、その労働者運動、労働運動、労働者運動ということで、私はね、共産主義とか社会主義は、まあ、聖書的ではない、聖書的な部分もあるけど、まあ、無神論なんですね。社会主義、共産主義、無神論なので、小太郎さんありがとうございます。私はあまり好きじゃないです。北朝鮮、中国が共産主義ですね。ベトナムとか、ラオスもそうかな。ラオスとか、ベトナムとか、中国とか、北朝鮮が一応共産主義ですね。共産主義は反キリストですね。ですからメーデーは私もちろんお祝いしません、お祝いしませんが、しかしメーデーの意味は労働者の日、労働の日ということで、今日は聖書的に、仕事とは何なのか、何のために働くのか、まあ、しょっちゅう、話しするテーマではありますけど、今日はメーデーなので、働く目的についてもう皆さんご存知だと思うんですが、でも繰り返し繰り返し学ぶことによって深く学ぶことができます。明日がですね、明日が7時からだったんですが、ちょっとですね、家族旅行がですね、残念ですけどなんか中止になりそうな感じなんですね。まだ はっきりしないんですね。本当にちょっとね、ギリギリまでわからないですね。結局その行かない子供たちと行く子供たちのバランスなんですけど、まあ、中止になりそうな。車は直ったんですよ。車はですね、私がですね、2箇所直しまして、一応車は直ったんだけども、まあ、たくさん家族がいるもんですから、行かない子は増えると行かなくなる、行く子は増えると行くっていう、そんなようないい加減な感じなんですけど、で、まあ、もし行かないとすると、まあ、4時から一応予定して明日劇をやる予定なんですが、4時から7時からそれがちょっとはっきりして、もし行かないなら、まあ、7時に変えてもいいんですけど、ちょっと申し訳ありません。明日はですね、4時か7時かわからないというのが正直で、で、まあ、ぜひ申し訳ありません。ちょっとで、もし行かなかったら金土も放送あります。風の子さん来そうなので、じゃあ風の子さん来たらそうなのちょっとしてもいいです。もしですね、行かないなら、金土も放送できると思います。はい、ですから申し訳ありません。そういう、ちょっとこう曖昧な予定で申し訳ありません。それではですね、以前は引きこもっていた、
しかし働く意味を考えるようになった。いいですね、働く意味を考えるようになった。素晴らしい、素晴らしいですね。音が小さい、音が小さい、困っちゃったですね。これ最高の音なんですね。音が小さいですか、聞こえますか、音小さい。それじゃあですね、これ最高の音なんです。あ、 BGM が大きい、 BGM が大きすぎる。じゃあ BGM を小さくすればいいのかな。ちょっと BGM を小さく、音良い感じです。あ、そうですか、音良い感じ。はい、じゃあこのままでいいですか。じゃあですね、皆さんから質問しましょう、ね、じゃあ何のために働くのか、まあ、何のために生きるかも同じ目的だと思うんですが、何のために働くのか。はい、じゃあ皆さん、その何のために働くか、皆さんの、信仰的な答えですね、信仰的な答え、生活のため、お金を得るため、義務、生活のため、生きるため、賃金を得るため、金に決まっとるがな。はい、ニコルさんこんばんは。あ、もう一人の方はどうだったかな。神から受けた技術で人類を豊かにし、神に愛と微笑みを還元するため、税金を払うため、霊的マネ。以前はブラック企業で働いていた。イエス様から油注ぎを受けてブラック企業を辞めることができたか。イエス様のために働いています。アメン。イエス様のために働いています。信仰のために働く。アメン。小太郎さん、信仰のために働く、大正解ですね。豊かな生活を送るため、仕事は誰かの役に立てて嬉しいから、信仰のために働く。天に宝を積むため、天国ポイント。認められるため、社会的地位を得るため、イエス様のところで働いたけど給料見払いイエス様と人生を歩むために働いてます。アメン、アメン。何のために働くか、何のために勉強するか、何のために生きるか、みんな同じ理由だと思いますね。みんな同じ理由です、私たちは、ちゃんと目的があるんです。伝道もイエス様がくれたお仕事です。アメン。伝道もイエス様がくれたお仕事です。まずですね、なぜ世の中の仕事がきついのか、ね、今は皆さん仕事きついと思いませんか。でその仕事がきつい理由があります。もう皆さんご存知でしょうけども、でも、皆さん仕事きつくないですか。働きたくないですよね。働きたくないけど働かなきゃいけない、そこにちょっと問題があって辛さがあるんですけど、本当のことを言うとちょっと過激かもしれませんが、働かなくていいんです、ね、そして辛い仕事はしなくていいんです。でその仕事理由をちゃんと後で言いますから、ちょっと聞いてくださいね。じゃあなぜ、ね、今の仕事が辛いのか、私答えを持ってますけど、皆さんに答えてもらいましょう。なぜ今多くの人は、ね、いろいろ機械が発達して、文明が発達したのに、なぜ重労働なのか、なぜ労働が楽にならないのか、理由があります。はい、なぜ仕事がきついんですか、その理由は何ですか。そうそうそう、働くのは知恵の実を食べた罰。あ、ピンポンですね。背筋主義だから、欲張りだから、パワハラがあるからきつい、腐った政治、お金に縛られてるため、そうですね、精神的にきつい、信仰的じゃない仕事は罪だから、そうですね。以前は、お金だけを見ていた、今働くことの意味を見つめるようになった、本当にするべき仕事ではないから、ピンポン、
マストが多すぎるから何かしなきゃいけないということですか。マストが多いからきつい。聖書の人に与えればたくさん返ってくるというのは物質的なことですか。両方ですね。両方、物質的なことと霊的なこと。上の人が一人勝ちするから、上の人が一人勝ちするから仕事がきつい。そうですね。じゃあ、答えを言いますね。答え、まず確かにですね、多くの人は生活のため、お金のため、生きていくために仕事をしています。しかし、それは本来ではなかったんです。本来ではなかった。つまり私たちは、この生活のために働くというのは、神様が予定しているという、予定してたというか、本来のやり方ではないんです。じゃあ、本来のやり方というのは、何かというとですね、なぜ本来じゃないかというところをちょっと読みましょうね。さっき世界の方いましたけど、これがですね、呪い、アダムの呪いと言いますね。私がつけたのかな。アダムの呪いね。つまりアダムとエバが神様に言うことを聞かなかったので呪われたということで、アダムの呪い、こうですね。17から。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。これがアダムの呪いですね。アダムの呪い。ここでですね、あなたは一生苦しんで食を得なければならない、ね。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。この今のこの創世記はね、今から6000年前に、神様がアダムに呪った言葉ですね。皆さん、最初の人間であるアダムが神様の言うことを聞かなかったために、この6000年間人類はこのアダムの呪いで苦しんでいるんです。皆さんが仕事で苦しんでいるのはこのアダムの呪いが原因なんです。このアダムの呪いは、土地が呪われてしまった。土地、地面ですね。土地が呪われてしまって一生苦しんでも食を得なければならない、ね、一生苦しんで仕事をしなきゃいけないということですね。だから皆さんが、ね、苦しんでいるのは政治が悪いためとか社会が悪いとかそういうこともあるかもしれないけど、それよりも根本的な問題はアダムの呪いによって、まあ、人間の罪と言ったらいいでしょうか。アダムの呪いによって私たちは、一生苦しまなきゃいけない、一生苦しむんだという、これがですね、人間の運命なんです。人間の運命ね、人間の運命。だから多くの人はですね、ああもうこんな苦しんだったら仕事したくないと思うと思うんですが、まあそれはまあ、ある意味で当たり前なんですね。重労働なんかしたくないですからね。ですから、そのなぜ仕事がきついかという理由を知ってほしいということですね。しかし皆さん、喜んでください。この呪いを断ち切る方法があるのです。その呪いを断ち切る方法があるんですね。知ってますよね。どうすればこの呪いが断ち切れるんですか？どうすればこの呪いが断ち切れるんですか？
イエス様に祈る。そうですね、イエスキリストに救われるということですね。十字架を信じる、イエス様を信じる、イエスキリストを信じることによって、イエスキリストを信じることによって罪が許されますが、罪が許されますが、その罪が許されるということはイエス様に丸投げをする。罪が許されるということは呪いが断ち切られるということです。罪が許されるということは呪いが断ち切られるのです。皆さん、ですから兄弟姉妹の皆さん、喜んでください。私たちはアダムの呪いを、ね、持っていないんだと、持っていないんです。アダムの呪いを持っていません。だから私たちは、ね、そのような苦しい、ヨベルの年ですか、ニコルさん、いい質問ですね。油注ぎを受けるということはヨベルの年なんです。油注ぎを受けるということはヨベル、まさにそれがですね、呪いが断ち切られるということです。ヨベルの年は50年ごとにあるんですがね、奴隷から解放されるということですが、それはペンテコステのことなんですね。でペンテコステというのは油注ぎを受けることです。つまり皆さん、イエス・キリストを信じて油注ぎを受けるということこそ解放なんです。解放なんです。アダムの呪いから解放なんです。マルクスとかレーニンが間違えたのは、革命で人間を解放しようとしたんですね。革命で労働者を解放しようとしたんですが、そうじゃないんです。革命では解放されないのです。イエス様によって、イエスキリストを信じる信仰によって初めてそのアダムの呪いが解放されるのです。重労働から解放されるのです。油注ぎを受けて初めて私たちはその重労働から解放されるのです。つまり労働、奴隷から解放されるのです。奴隷から解放されるのです。私たちはもうね、苦しんで仕事をする必要はないのです。私たちは働く目的を持ったのです。じゃあその働く目的は何なのかということですが、さっきちょっともう答えていただきましたけど、聖書から私のもう本当に大好きな御言葉。もう私の大好きな御言葉、この御言葉がしょっちゅう皆さんにお見せしているので知ってると思うんですが、これです。ヨハネ6章の27、亡くなる食べ物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。亡くなる食べ物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。皆さん、亡くなる食べ物のために働いてはいけないと書いてあるんですね。亡くなる食べ物のために働いてはいけない、つまり生活のために働いてはいけない、お金のために働いてはいけない、ね、亡くなる食べ物のために働いてはいけないと書いてあるんです。聖書にそう書いてある。じゃあ何のために働くのか。永遠の命に至る食べ物、永遠の命に至る食べ物って何ですか。永遠の命に至る食べ物って皆さん何ですか。永遠の命、イエス様がくださるもの、永遠の命に至る食べ物っていうのは何ですか。聖霊間違いじゃないですね。信仰間違いじゃない。食べ物っていうと
誠の食べ物は何？誠の食べ物、御言葉ですね。御言葉はその誠の食べ物。皆さん、その御言葉が、イエス様が御言葉を与えてくれて、そして永遠の命を受けた、つまり御言葉のために働きなさいということは、御言葉のために働きなさいということは、御言葉を述べ伝えなさいということじゃないですか。イエス様からいただいた御言葉を他の人に伝えて、その信仰を持つようにこの進める、伝道するということが、これが働く目的だと、イエス様はそのために働きなさいと言ったんです。イエス様が言ったのは、亡くなる食べ物のために働かないで、その御言葉を述べ伝える仕事をしなさいと言っておられるのです。ですからこの御言葉を兄弟姉妹の皆さん、しっかり受け取ろうではないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、私たちは素晴らしい御言葉のために働くのです。イエス様のために働くのです。伝道のために働くのです。福音のために働くのです。十字架のために働くのです。永遠の命のために働くのです。多くの神の子供が、生まれてくることのために働くのです。皆さん、それが本当の生きる目的なのです。仕事をする目的なのです。そしてまた勉強する目的でもあるのです。勉強も仕事も神の国のためであり、伝道のためであり、イエス様のためなんです。皆さん理解してください。本当の仕事を理解してください。本当の生きる目的を理解してください。そしてそれを、ね、決心しましょう。私はそのように生きるんだ。私は虚しい、ね、お金にしかならない、生活のためにしかならない、そういう残らないもののために人生を生きたくない。もっと素晴らしい永遠に残るため、本当に人のために、人を救うため、社会のためになる、天に宝を蓄える素晴らしい仕事のために生きたい、そのような生き方をしたい。イエス・キリストを信じる者は、この命令を受け取るのです。イエス・キリストを信じる者はイエス様に従うのです。イエス・キリストを信じる者はイエス様の命令に、守るのです。命令を守るのです。皆さん、人間には素晴らしい生き方があるんだ。素晴らしい目的があるんだ。素晴らしい目的があるんだ。神様が喜ぶ目的、神様が求める目的、イエス様がそのために十字架にかかって死んでくださったのです。そのイエス様のが十字架にかかった目的と同じ目的、福音のために生きる、救いのために生きる、十字架のために生きる。皆さん、私たちは以前はアダムの呪いで、ただ虚しく生活のため、お金のため、生きるためにしか生きないような、ある意味では動物のような生き方、動物と同じような生き方、そのような生き方しかできなかったんです。それはアダムの呪いで、アダムの呪いで本当の生きる目的を、知ることが許されなかったんです。生きる目的、本当に生きる目的、本当に働く目的を、知ることが許されなかったんです。しかし私たちはイエス様によって、イエス様の御言葉を聞いて、ああ、本当に生きる目的はこうなんだ、本当に、働く目的はこうなんだということが分かったのです。分かったのです。その本当の生きる目的を生きよう。神様のために生きよう。あの音治りました。ありがとうございます。イエス様のために生きよう。永遠の命のために、永遠の命を与える食べ物のために生きようという、そういう決心が皆さんできるのです。そうすると人生は楽しくなるのです。人生が楽しく、生きがいを感じ、働きがいを感じ、勉強しがいがあるのです。ですから皆さん、ぜひ、本当の人生を始めませんか。
本当の人生です。この放送で人生楽しくなりました。本当の人生ですね。本当の人生、イエス様のために生きたい、イエス様のために生きたい、イエス様のために生きたい。そして私たちは神様を喜ばしたい、神様を喜ばしたい。皆さん、お金のために生きるなんてこんな虚しいことはありません。ただ食べるために生きるなんて、食べるために働くなんて、そんな虚しい言い方、人生をもったいないです。皆さん、皆さんの人生は素晴らしい可能性を持っているのです。主のために働ける幸いを覚えたいです。主のために働ける幸いを覚えたいです。この放送でバイト先、さっきバイト先クビになりました。ありがとうございます。皆さん、私たちは、自分の力で生きているのではありません。天のお父様が養ってくれていると書いてあります。皆さん信じますか？私たちは自分の力で生きているんじゃないです。こんばんは、リトルさん、こんばんは。昨日はありがとうございました。私たちは自分の力で生きているのではありません。私たちは天のお父様に養われているのです。神様によって生かされているのです。皆さん、そのことを信じましょう。これを信じるのは、ね、なかなかこの信じにくいんですが、イエス様によって生かされています。イエス様によって生かされています。イエスキリストを信じる信仰によって油注ぎを受けます。そしてその油注ぎを受けることによって神の力を、体験します。そして神の力を体験したならば、皆さん、私たちは神様によって生かされているということを信じることができるのです。油注ぎを受けなければ、油注ぎを受けなければアダムの呪いは断ち切れないのです。油注ぎを受けなければ神の命を受けないのです。油注ぎを受けなければ私たちは、その、神によって、この生きるということを悟ることはできないのです。ですから皆さん、この放送で皆さんが油注ぎを受けています、受けています。そしてイエス様を信じるようになりました。ですからイエス様を信じるということがどれほど素晴らしいのか、どれほど素晴らしいか、イエス様によって生かされるということを信じると私たちは解放されるのです。皆さんはいろんな不安、恐れ、心配で苦しんでるじゃないですか。お金の心配や明日の心配、ね、仕事の心配、いろいろ心配でいっぱいじゃないですか。でもイエス様は明日の心配は無用だとおっしゃいました。心配しなくていいんだ、心配しなくていいんだ、神様が与えてくれるんだ。皆さん、そういう信仰を持ちませんか？もう明日を心配しない、ね、もう経済的なことやこの世的なことで心配しない、もっと大事な、ね、大事なことを、考える。明日劇を放送します。数の子さんね、ちょっとまだ旅行のことがはっきりしなくて、もしかしたらその旅行が中止になる可能性があるんですね。で、和子さん、まあ、一応4時頃劇をやるって言ったんですけども、まあ、7時に帰ることもできなくはないんですが、明日決めましょう。いや、4時か7時か明日決めましょう。はい、まあ、そういうわけで皆さん、どちらでも OK。 はい、どちらでも OK。 はい、皆さん、キーちゃん、明日バイト終わったら電話かスカイプします。はい、わかりました。皆さん、私たちは以前はアダムの呪いでもう苦労しました。もう苦労して苦労して、そのお金に縛られてましたけど、イエス・キリストを信じる信仰によって解放されたのです。解放されたのです。もう重労働から解放されたのです。
恐れから解放されたのです。いろいろな束縛から解放されたのです。アダムの呪いから解放されたのです。サタンから解放されたのです。奴隷から解放されたのです。これがヨベルの年です。ヨベルの年です。油注ぎを受けて私たちはもう奴隷解放なのです。リンカーンも南北戦争で奴隷解放しましたけど、イエス様は油注ぎで、イエス様の血潮で私たちを解放しました。皆さん、多くの人はまだ知らないのです。まだ知らないのです。イエスキリストを信じる信仰によって油注ぎによって解放されることを知らないのです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。私たちはイエスキリストによって奴隷から解放されるのです。奴隷から解放されるのです。重労働から解放されるのです。もう自由な生き方ができるのです。そして私たちは虚しいことのために生きるのではなくて、素晴らしい天に宝を蓄え、神様のために生きれるようになるのです。神様のために生きれるようになるのです。皆さん若いんですから、若いんですから、もう今から解放された人生、自由な人生送りましょう。もう重労働で働くことはないのです。もうそんなサタンの奴隷になることはないのです。サタンの奴隷になることはないのです。アメン。今日は爽やかな背景じゃあちょっと英語いきましょうか。これ今の、ヨハネ6の28の英語版、あ、27、ヨハネ6の27。皆さん大きな声で言いましょうね。大きな声、27ね、大きな声。 Do not work for food that spoils, but for food thatEndured to eternal life, which the Son of Man will give you. Owe him, God the Father has placed his seal of approval. 27. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you.Owe him, God the Father has placed his seal of approval. このね、あの英語はもっときついですよ、英語。英語はですね、Do not work for food that spoils. なくなる食べ物のために働いてはいけないと。Do not work ですよ、Do not work。なくなる食べ物のために働いてはいけないという厳しい命令ですね。で、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、人の子があなたに与えたものです。で、神父が、その彼に保証を、彼の保証を置いたのです。神が認証したと書いてありますね、はい、はい。そういうわけでぜひ皆さん、ですね、私たちは本当に生きる目的、働く目的、勉強する目的があるんだということです。英語コーナー続けてくださいね。はい、じゃあ明石タイムいきましょうね。明石タイム、明石タイム何のために働くのか分かった、何のために生きるか分かった証、自由になった証、奴隷から解放されたかじごめんなさい、自由になったかし、スタート、自由になったかし、スタート、呪いが、断ち切れたかし、スタート、
毎日放送しているので喉を大事にしてください。ありがとうございます。エビ明かしでもいいですよ。エビ明かしでもいいし、生ポで朗読から解放されました。働かなくて良いと思いました。相撲をやめ、土曜から解放されたらメタボが消えた。証どころか奴隷に逆戻り。聖書を読んで信じたら全てが解放されています。イエス様を信じれば重労働から解放されるのだと思えた。イエス様に祈ったら罪悪感から解放されました。本当の職業を探しています。アメン。明日キューちゃんが事故を起こさないように祈ってもいいですか。はい、祈ってください。ちょっと旅行は微妙ですが、働かないと生きていけないと思っていたけども、働かなくてもイエス様の愛で生きていけるかな。イエス様しか信じられなくなりました。アメン、アメン。明日の劇楽しみにしています。今日からイエス様を信じて奴隷労働の仕事を辞めましたので保証してください。解放されて毎日がリア充です。同性愛やめました。この放送で世界の真理を悟りました。以前は引きこもっていた。働かなくてもいいんだと安心した。リトさんの告白に心を揺さぶられました。信仰を持って家族と仲直りできました。スカイプはとりあえずチャットで連絡ください。この図を見て毎日が幸せです。借金返したら働くのをやめようと思った。仕事は悪だと思った。仕事は当たり前だと思っていたけど、今は信仰を持つことが当たり前だと分かった。アメン。素晴らしい。そうです、アメン。信仰を詰めたら油すぎがありました。アメン。素晴らしい。仕事をしたら痩せた。この嘘を見て毎日が幸せ。貧しいことは悪だと思っていた。イエス様を愛していれば貧しくてもいいと思った。神のための仕事をしたら下の滑りが良くなった。お金よりイエス様が大事だと思えるようになった。どんな状況においてもイエス様が一番。政治家の靖国参拝は賛成だったけど、今はとんでもないことだと分かった。この放送で占いがバカバカしく感じます。来年伝道師の愛称を受けて神様のために働きます。キュちゃん、天国に労働はありますか。ないと思います。天国に仕事はありません。毎日放送を見ています。幸せです。みんな仕事を辞めてイエス様のために働くべきだと思った。アメン。素晴らしい。働く気がしなくな
亡くなりましたイエス様のために働くのです。何よりも信仰は一番にしなければと思います。天国に労働はない。親がいなくなったら仏壇も神玉も捨てます。アメン。早く天国に行きたいです。アメン。労働をやめて貯金の代わりに天国ポイントが貯まりました。一生働いている親が間抜けに思いました。会社のために働かず、イエス様だけのために働きます。アメン。天のお父様がこの世の作者なんだと実感します。すみません、僕ニートなんですが、ダメですか？いいえ、ニート万歳です。ニート万歳です。なぜかというと、イエス様のために学んだり、イエス様のために働けるからですね。ニート万歳です。以前は何のために働いているのか分からなかった。今、イエス様のために働きたい。アメン。アメン。神様から愛されていると実感できた。アメン。すみません、私失業したんですけど、生きてる価値ないですか？そんなことないです。あのね、世の中はね、仕事がないと価値がない。私たち逆です、逆です。あのイエス様を信じると、ね、生きる価値をもらえるのです。イエス様を信じると神の子としての価値がもらえるんです、ね、仕事をしてるから価値があるのじゃないんです。イエス様を信じてイエス様のために生きるところに価値が与えられるのです。以前はニートは悪だと思っていたが、ニートの方がいいんだと知った。イエスキリストを信じなければ悪魔の子です。悪魔の子ですね。イエスキリストを信じると神の子になるのです。神の子になって初めて、ね、生きる価値があるのです。悪魔の子は生きる価値がないんです。悪魔の子は生きる価値がありません。神の子になって初めて生きる価値があるのです。多くの人が虚しいのは悪魔の子だからなんですね。悪魔の子だから生きることが虚しくて生きることが辛いのです。しかしイエス・キリストを信じて油注ぎを受けるならば、聖霊を受けるならば、そこに神の子に変わって、神の子になって、神の子として生まれてですね、そして生きる価値があるのです。それもですね、ものすごい価値があるのです。神の子ですから、ものすごい価値があるんです、ね、神の悪魔の子の時は価値がもうある意味ではもうマイナスだったんですね。悪魔の子ですから、もう生きる価値がマイナスだったわけです。多くの人がもう死にたいと思うのはある意味で当たってるんですね。悪魔の子だからもう死にたくなるのは当たり前なんです。以前はお金が全てだと思っていたけど、今お金ではなくイエス様を愛する方が、愛する方がいいと思った。アメン。ですから皆さん、まず神の子になることが大事なのです。神の子になることによって、誠さんがニートだからイエス様を信じることができたのでしょう。家族旅行はまだちょっと微妙なんです。はい。この放送を見て生きててもいい気がした。アメン。そうですよ。眠れないとき聖書を読むとよく眠れます。この放送を見ると笑いが止まりません。
週2回徹夜で仕事はきついですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。明日の祈り会の劇楽しみです。イエス様を信じてから髪の毛が生えてきました。私も楽しみにしています。はい、以前は引きこもっていた。しかしイエス様のために教会で奉仕しようと思った。アメン、アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はメーデーなんですが、皆さんメーデーってあまりよく知らないと思うんですが、まあ、共産主義とか社会主義の、まあ、労働者の日、労働の日だったので、それに、まあ、ちなんで何のために働くかというテーマで話しました。で、私の、ね、言ってることは、まあ、ちょっと極端なんですが、でもその聖書に基づいた考え方で、まあ、完全ではなくて間違ったところもあると思うんですが、私が言いたいのは、まあ、結局イエス様が言いたいのはね、その多くの人はアダムの呪いでお金のためとか、ね、亡くなる食べ物、生活のために働いてるけど、そうじゃなくて亡くならない食べ物のために働きなさいとイエス様おっしゃってるし、また神の国とその義を大事に求めなさいとおっしゃってるんです。神の国とその義を大事に求めなさい、まあ、これがさっき言った永遠の命のに至る食べ物のために働きなさいということと一致していると思うんですね。つまりイエス様の命令はとてもそこに大事な命令がそこにあると思うんです、ペテロ、ヨハネ、アンデレ、ピリポかな、もう漁師だったのに網を捨てて船を捨てて、親を捨ててイエス様に従いました、ね。つまり、そのこの世の生き方を捨ててですね、この世の生き方を捨てて、そしてイエス様に従ったわけです。まあ、彼らが一つのモデルですね。ペテロとかヨハネとかアンデレ、ピリポが、モデルですね。ヤコブかな、ちょっと名前忘れましたけど、まあペテロ、ヨハネ、アンデレ、ヤコブかな、ちょっとまあ、その4人はですね、パウロは違います。パウロは十二弟子じゃなかったんですね。その漁師というね、漁師って魚を取る漁師ですけど、漁師を辞めてイエス様に従いました。それが私たちのモデルですね。私たちもある意味ではイエス様に従って弟子になるということは、この世の、生き方をやめて、この世の仕事をやめて、イエス様と同じように伝道する、イエス様と一緒に伝道する、イエス様と一緒に伝道するということですね。パウロはね、テントメーカーですね。パウロはテントメーカー。でもパウロも基本的には伝道がメインだったんですね。伝道がメインです。はい。はい、そういうわけで、イエス様の弟子たちは、この世の生き方を、やめてイエス様の弟子として仕えたということですね。はい、テントメーカーですね。テントメーカーっていうのはテント天幕作りっていう、その天幕作りってね、天幕をなぜ作るのかな、まあ、天幕だから結局昔
なんでしょうかね、あのテントに住んでた人がたくさん今でもいるのかな、テントに住む人がいて、そのテントを作る仕事をしてたしてたんです失礼。でもそれはね、あのそれがメインの仕事じゃなくて、まあその自分があのクリスチャンを迫害したんですよね。クリスチャンを迫害したから、本当はねその自分の福音の仕事から当然その報酬を得ていいわけですけども、彼はクリスチャンを迫害したということで、あのその報酬を受けないで自分で働いたという、ちょっとパールの場合は特別じゃないかなと私は思うんですが、まあ、そこのとかちょっと議論がありますけども、基本的にはパウロも、働く牛に靴子をかけてはいけない、つまりあのその自分の働く神様のために働くということの中で、その糧を得てもいいわけですね。はい、じゃあファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージですね。皆さん、私たちはですね、罪によって原罪によってイエス様のために与えた報酬はどこにあるの？天国ポイント、もう天国ポイントがもちろん一番ですが、まあ、この地上の報酬もあります。この地上の報酬もあります。私たちは本当に多くの人は、生きることが苦しい、仕事をすることが苦しい、勉強することが苦しい、本当に苦しんで生きているというのが、特にこう日本の若者は特にそんな感じ。世界にももちろん苦しんでいる人もたくさんいますが、特に日本は苦しんで生きているというのが現状じゃないでしょうか。しかしそれはアダムの呪いなんだよということですね。アダムの呪い、そして神様はイエス様はまさにその奴隷から救いに来てくれたのがイエス様だということですね。多くの人たちは救われたいと思っていると思うんです。その苦しい人生、苦しい仕事から救われたいと思っているんですが、その救われるためにはイエス様を信じる必要が必要なんですね。イエス様のために、イエス様がその苦しい状況から救ってくれる。ですから私たち、油注ぎを受けているクリスチャンは、和子さん、今日のタイトルは素晴らしき解放感。じゃあの URL を貼っておいてくださいね。皆さん、和子さんが10時からリレー放送をしてくれます。リレー放送ですね。URL を貼っておいてください。はい、あ、これが和子さんの10時からのリレー放送ですね。はい、第3の神殿見てないんです。第3神殿見てないですね。見たいですね。はい、そういうわけでファイナルメッセージ、皆さん、ぜひぜひですね、まだこの今日のメッセージはですね、クリスチャンでも理解してない人もたくさんいます。この背景のようなところに行きたいです。また野外配信したい。アメン。まだですね、神様の仕事は楽しいです。神様の仕事は楽しいです。皆さん、本当の人生は奴隷の人生じゃなくて自由人の人生です。自由人の人生、多くの人は奴隷人生ですね。ほとんどの日本人は奴隷人生を送っています。奴隷人生、それは罪の奴隷、仕事の奴隷、重労働の奴隷です。だから苦しいのです。勉強もそうですね。奴隷人生です。でもイエス・キリストを信じて油注ぎを受けるならば、奴隷人生から自由人生ですね。自由人生、解放人生になります。生きることが楽しくなるのです。初めて皆さん、生きることが楽しくなるのです。生きることに意味が出てくるのです。生きることに喜びが出てくるのです。希望が出てくるのです。皆さん、イエス・キリストを信じなければ、イエス・キリストを信じなければ、誰でも奴隷人生なんですね。奴隷人生、もうなんて言うんでしょうかね、
もう本当にこの ですからまずイエス・キリストを信じることが大事なんだということですね。まず心が解放されなければなりません。多くの人の心は束縛されています。心配で束縛されて、悩みで束縛されて、ネガティブで束縛されています。それは、まだその罪の奴隷なんだよということですね。罪の奴隷ですから、まず皆さんから解放されて喜びましょうね。解放された喜び、ああもう大丈夫なんだ、もう心配しなくていいんだ、お金のことで心配しなくていいんだ、ね、もう生きることで心配しなくてもいいんだ、イエス様がいるんだ、イエス様がいるから何も心配しなくていいんだという、そういう境地にまずなりましょう。じゃあそのようになりたい人、ね、イエス様を信じて解放されて神の子になりたい人、もう、ね、油注ぎを受けて解放されたい、自分の力じゃできないんですよ。自分の力じゃなくてイエス様の力、聖霊様の力、油注ぎによって解放感になるんですね。以前は引きこもっていた、今イエス様を愛そうと思った、解放されたい人、自由になりたい人、生きることが喜びになりたい人、アメンアメン。生きることが自由になりたい人、解放されたい人、アメンアメンアメン。自由になりたい人、アメンアメンアメン。素晴らしい、たくさんの人がアメンですね。たくさんの人がアメン。天皇と様、本当に多くの人は、アダムの呪いで苦しんでいます。もう本当に、パワハラも我慢しなきゃいけない、残業もサービス残業も我慢しなきゃいけない、もう本当に、したくないようなことをさせられて、奴隷のような生き方をしています。私たちは神様に似せて作られたにもかかわらず、その罪によって、呪いを受け、一生苦労すると書いてあります。そして塵から取られ塵に帰るとも書いてあります。多くの人の人生は虚しい人生で終わってしまいます。多くの人の人生は意味のない人生、虚しい人生ですが、しかしそこにイエス様が救いに来てくれました。誰でもイエス・キリストを信じるなら、誰でもイエス・キリストを信じるなら、悪魔の子から神の子になって、奴隷から自由人になることができます。もう奴隷のように生きることはないんだ、奴隷のように働くことはないんだ、もっと本当に神の子として素晴らしい生き方ができるんだ、もう永遠に残る手に宝を蓄えるような仕事、神様を喜ばす仕事、本当の仕事、人間として本当の仕事ができるようになるんだ。今アメンと言った方々がそうなりますように。今アメンと言った方々、イエス・キリストを信じて罪が許され、神の子として生まれ、聖霊を受け、命を受けて生きる喜び、生きる楽しさ、生きる素晴らしさを体験することができますように、体験することができますように、本当の人生、本当の人生、本当の人間としての最高の人生を体験することができますように、祝福してください、祝福してください、救ってください、彼らを救ってください。そしてそこから日本のリバイバルが起きますように、日本のリバイバルが起きますように、イエス様祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメンアメンアメン。皆さん一緒に行きましょう、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。明日また、明日4時か7時、4時か7時、シャローム、シャローム、シャローム。